そうですね、まあ、あそこの男女先生方と話せたっていうのもすごい大きいですんですけど、まあ、もう少し何か話を広げられたらよかったのかなって1日経った今は思いますけれど、最初建築を作るときになんかそういう小さい建築になり得るだろうかという小ささ、まあ、人ももちろんのこと、その小さい生き物を巻き込めるような建築を作ることによって、なんか建築自体もなんか生きている、擬人化できて、そこからなんか大きく見えていくのではないかなっていう、そのをモチベーションとして卒業設計を行いました、まあ、自分がやりたいことっていうのをなんか思い切って一歩踏み出すことによって何か世界が変わると思うので、そこをぜひやり遂げてほしいなと思います。